てしまいたいの、全て怒ってしまいたいの、一瞬一瞬一瞬で行こう、やっべ遅刻する、行ってきます。あっちにもラブでこっちにもラブで、世界は眩しく美しい、そんなこの星で映画のような恋をする、雨の日はダンスするの、yeah、 覗いてみたらさ、魚たちの律儀に歌ってるの、争いの歌じゃなく希望のメロディ、希望のメロディ、愉快なハーモニー、あっちにもラブでこっちにもラブで、世界は眩しく探してるみたいだけど、愛の答えでしょ、目の前にあるってことを覚えといてほしい、心踊ったわ。美恵子と学校ドキドキワクワク、ありがとうございました。代表者1名、はい、アニメでもいいよ、全然何名でもいいよ、はいはい、ありがとうございます。心踊ると書いてドキドキワクワク、どんな気持ちでこのテーマにしたんですか？はい、私たちはまずプロジェクトメンバーで一緒に作品を考えようと思っていて、その時に私たちには何ができるんだろうと考えた時に、やっぱ皆さんに笑顔になってもらいたいなと思ったので、ストーリー性にして笑顔になってもらえるように、キュンキュンするようにしましたね。えもう大道具も小道具もすごいたくさん、もうフル稼働でしたけど、どういうとこが一番大変だった？やっぱりいつもは道具を使って踊ったりはしないので、その道具を使いながら振りを作るのも難しかったですし、その傘を使ってたと思うんですけど、それを揃えるのもとても難しかったですね。え結構大きいものもあったから出し入れも大変だったと思うし、映像の時って屋外でした？撮ったの屋外です。屋外だったよね。なんか綺麗な芝生みたいなところでね、はい、あそこからまたステージは全然違う環境だと思うんですけど、やってみてどうでしたか？私たち実はネタを変えていて、予選から全然ガラッと変えてるんだ。はい、そっかそっか。なのでステージ仕様に小道具も作ったりしました。もうガラッと変えたのね。はい、そっか。えこのじゃあ短い時間だったけど、練習時間とかもあんまなかったかもと思うんだけど、どうだった？もう朝から夜まで夏休みだったので、たくさん練習しました。そうだよね。えそれはもうきっと変えた方がもっと良くなるだろうと思って、はい、みんなで相談して決めたの？はい。そっか。でもなんかね、この良さを残しつつ全然違う作品に生まれ変わってたと思います。え今日実際やってみてどうだった？めっちゃ楽しかったです。はい、最高です。それが一番だったと思います。いやこっち見てる方もね、すごい心躍ってドキドキワクワクしました。さあそれでは結果の方を見ていきましょう。得点は三重高等学校ドキドキワクワク表現力43
力16点、独創性20点、合計79点。10位はさあ、10位は三重高等学校、2位に入りました。ありがとうございました。お疲れ様でした。さあ、ここに来て大きな変動が10位に出てまいりました。79点という大きな得点が出ました。